少女が人間離れした天才児として施設に預けられたのは1歳になる前。少女が言葉を発してからしばらく経った頃だった。そこで彼女はゲームを知った。知能検査と称し、いくつものゲームをやらされたが、退屈すぎて誰とやっても楽しくない。そして2年が過ぎた頃、少女は母親らしき女性と再会した。自分より7つ年上の少年、大人たちの会話に的確な相槌を打ち、うつろで無機質な笑顔を振りまく彼に、少女は長らく閉ざしていた口を開いた。ほんと空っぽ。なあ、ゲームをしようぜ。存在を奪い合うゲームなら。存在を奪い合うゲーム。そうだ。自分の存在を構成する32の意思は、深層心理における優先順位を反映し、重要な順に一番から振り分けられる。つまり、どの意思に自分を構成するどの部分が入っているかは、相手に取られ実際に失うまでわからない。例えば、その隣にいるエルフの存在や腕や足、神経や記憶、そしてついには存在そのものが奪われ、全く認識されなくなる。つまり消えるのさ。あなた本気？ああ、名役その子。ゲーム内容は挑まれた方が決定権を有する。嫌なら勝負不成立だ。どうする？クラミ、フィー、この男はイマニティの駒をかけると宣言しているの。放っておくわけにはいかないわ。まったく、和解できるんじゃないかって少し期待していたのに。和解なら応じるぜ。俺を信じ、そのエルフをこっちによこしてくれるならな。できるわけないでしょ。だろうな。かけるものは？勝った方は相手に2つ要求ができることとしよう。例えば、ゲーム結果を恒久的に確定し、相手の存在を永久に葬り去ったり、それぞれのパートナーの記憶を一つ改ざんし味方にしたりな。つまり、お互いの存在と相方の生殺与奪をかけた奪い合いってわけ。そうだ。狂ってるわ、あなた。じゃあ、狂ってるついでにもう一つだけ大切なルールを提案する。マスター、シロ、大丈夫ですの？ジブリール、何でございましょう？作れる存在を奪い合うゲーム。いえ、残念ながら具象化しりとりのような仮想世界ならば可能ですが。エルフと合作なら。合作？あの森の田舎者とでございますか？対戦時、私が天撃一発で都ごと吹き飛ばしたゴミのような存在で。できる。不可能ではないかと。あの田舎者どもは複雑な術式を編むことに関しては多少得意にはしておりますので。じゃあ、ソラはそのゲームを行うことで自らの存在を消した？うん。だとしたら、やはりすでに負けて存在を消された後ということになりませんか？そうですわ。勝利したのであればソラは存在しているはずですわ。その、どちらでもないとしたら。はあ？勝負はまだ続いている。まさか。ジブリール、魔法の反応、この部屋の。かしこまりました。シロはここで目が覚めた。ニーとシロの寝室別にあるのに、この部屋で。
兄は言った。一人にしないって。確かに魔法が展開されております。ただ、正確な位置までは。こうなったら、手当たり次第に探してみるしかありません。うわドラちゃん、何もないところで転ぶとは、これ以上のキャラ付けは不要かと。転んだ？私が？オセロの石。エルフ文字の3ですね。なぜ石だけが？まだ使われてないから認識できなくてもそこにある。でも分かったところであるのは3枚ずつの石だけですのよ。こっちが白か黒かも分からないのに。そんなの簡単。兄は言った。2人で1人。このゲーム白も参加してる。大切なルールを提案する。互いのパートナーはゲームに参加。プレイヤーが続行不能になった場合、台打ちが可能となる。だから記憶が残っていた。見えるんですの？盤面が？見えないけど見える。兄ならどうするか。あなた、わざと負けるように打っているわね。いいや、ちゃんとこれで勝てるようになってる。どうやって相手を誘導し。何これ、あなたの記憶？まさかこうして自分の記憶を奪わせて背後にどの種族もいないことを証明しようとしているの？悪くない答えだ。どうやって自分の狙いを伝え。これでゲーム続行不可能。私の勝ち。でもゲームがまだ。どういうこと？どうしてゲームが終わらないの？その3枚には一体ソラの何が？どうやって相手を騙し、そしてどうやって勝つのか。ねえ、すごいよ。こんなの誰にもわからない。ニーと白以外はね。残りの石に入っているニーを構成する要素、それは3、ゲームに勝つ方法。2、白に対する絶対的信頼。そして1、白個人のすべて。よし、殴っていいぞ。覚悟はできて。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。シロ、もっと早く、もっと。マスターを忘れていたなんて。なぜですの？クラミ、しっかりなのです。クラミ、クラミ、クラミ。さてと、予定通り要求させてもらおうか。私をどうにでも好きにしていいのです。でもクラミーは。ダメ。要求1、やめて。互いに奪い合った記憶の定着とその変換。クラミー
相手から奪った記憶は残したまま、奪われた記憶を元に戻しました。これでクラミーとマスターは互いの全てを知り尽くした、信頼に値する相手になった。これこそがマスターの求めていた最後のピース。そして要求に、そこのエルフピール、あんたの記憶を改ざんする権利をいただく。いいわ、平気よフィー。この男の要求は一つ、私たちにスパイをやれって言うんでしょ。さすが、俺の頭の中を覗いただけはある。スパイ？どういうことなのです？後で話すわ。いい、あなたの頭の中を見て考えが変わったわ。乗ってあげる。ねえ、すごい。だろう？自慢の兄ちゃんって褒めてくれてもいいのよ。知らな、自慢の兄。素直に言われると照れるぞ、兄ちゃん。マスター。シロ、そろそろいいよな。スタンバイ、いつでもオッケー。フィー、クラミ、超怖かったもん。マジあんなこと二度として。これもマスターの真の姿なのかもしれません。